1,2,3,4,5 ロコさん、おはようございます。西本です。よろしくお願いします。今回の動画なんですけども、皆さんに世紀の一戦をお見せしようと思います。まず戦うのはこちら、超軽量オールラウンダーバイク、ウィンスペースの SLC3 です。最近出たばかりの最強なバイクです。こちらの超軽量な自転車と戦うのは超貧脚女子、お願いします。こいちちゃん、何の戦いよこれ。あ、ゼンマイコです。はい、すごく登りが苦手な女性なんですけども、かつてね、かつて登り練習してたじゃないですか。あ、してました、してました。それ以来どうでしょう。え、全然楽です。見てください、この低たらく。今回の勝負何かというと、はい、この低たらく女子対、はい、この超軽量バイク、勝つのどっちが だということです。惜しきったね。はい、惜しきった。ゼンマイコが、はい、六甲山を上まで登り切ったら、うん、このバイクの勝ちです。性能の勝ち。で、逆にゲンマイコが足をついてしまって、はいはい、登れなかった時は、はあ、ゲンマイコの勝ちなんこれ。買い取りとかじゃないよね。買い取りとかじゃないよね。あ、大丈夫、安いないよね。いやいや、安いからとか、うん、そういう問題じゃない、ね、あ、フレーム36万8000円です、フレームが。はい、安いから大丈夫。自腹買い取り。マジで聞いてないけど、うん、この性能をね、うん、貧脚が乗ってどうかっていうのを試したいんですよ。ああ、なるほどね。山嫌いがずっと練習してないこの低たらくが、それこそ六甲山、関西でも有数な山ですよ。まあね、まあね、上まで行ったら標高 1,000m 近くある。そんなの登りきれんのかって。行けたらこれ大したもんよ、この軽量バイク。まあそうやね、登りきれたらもう、なんやったら買い取りたいね。お、あ、36万8000円です。はい、どれくらい軽いかというと、はい、フレーム重量が、はい、699g。 え、めっちゃ軽いやん。おう、めっちゃ軽い。で、お姉さん昔ね、スペシャライズドの S ワークスターマック SL8、はい、あ、乗りました。めっちゃいいって言ってたやん。めっちゃいいって言ってた、あれ欲しかった。代行してんねんて。え、おう、値段半分以下やん。おう、てかそんなん言っていいんや。リスペクトの上でってことでしょ。え、じゃないので、この自転車、はい、完成車重量で、はい、ちょっと今テロップ出てると思います、うん、これね、後でクイズ出すから当てて。あー、なるほど。あー、そ、この今のね、重さをね、あの、ショート動画で出ると思うんです、それが、うん、あの、それぜひ見てください。もう出てんのかな。はい、はい、まあ、はい、あの、細かいスペック云々言うと結構あるんやけど、うん、もう結構ね、話題になってるから、いろんな人動画作ってる、うん、全然見てないけどね。素材が、はい、トーレの T1100。 あー、なんか聞いたことあると T1000、はい、と M46 と M65。 いや、いい素材、全部いい素材、ええやつ使ってるってことやね。多分画面の向こうの方もピンときてない。いいやつやねん、でもこれ。それこそあのイタリアのね、有名なメーカー、はいはいはい、ハイエンドで使われてるようなフレーム、はい、へー、あ、フレーム素材、そうなんや、使われてんねん。で、合成感高いんかもね。うん、フレームの作りがすごい特殊で、うん、モノコック、まあモノコックって言ったらあの一体成形みたいな感じのイメージなんですけど、はい、これね、この後ろ三角も前三角も一体式で作ってるらしい。つなぎがないってこと。そう、まあ、その辺も軽さにつながってるのかな。あとはタイヤクリアランスなんかも 32C まで入ると。ほうほうほう、結構太めでもいける。そうそう、だからこれ太めやから下りなんかも安定感あると思うよ、うん、で、ゲンマイコだけの、うん、あ、ごめんなさい、ゼンマイコだけの、うん、もうどっちでもいいか、どっちでもいいか、うん、レビューじゃちょっと物足りん。まあそうやね、うん、だからさすがに僕も乗ってレビューさせていただくんですが、はいはいはい、僕だけでもね、うん、やっぱもう貧脚2人が乗ってもしゃあないから、はい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 、ちょっと今日カメラ担当が、今日のカメラ担当ゴリラです。どうも、ましろです。いや、ゴリラについてなんか突っ込めよお前。いや、まあゴリラでいいんじゃないですからね。スプリンターですし。まだ登りやけど大丈夫。え、まあ六甲なんで、まあ頑張ります。頑張ります。俺らの感想もしっかり聞いてほしい。オッケーです、はい、まあ、ローより証拠や。そうだね。で、ここからスタートってイージーすぎるから、はい、下って、はい、結構麓の方からスタートします。あ、わかりました、はい、はい。で、足つきは2回まで。え、ここまで来るのに。で、もっと上まで行く。あ、もっと上まで行くのに。もっと上まで行く。一軒茶屋まで行く。あ、あの、噂のとこね。一番上の一軒茶屋まで行く。あー、結構登んね。で、3回目ついた時点で企画終了です。これメーカーさんドキドキしてるよ。みんなどっちが見たいんやろな。メーカーさんはそれも上まで上がってくれって多分もう必死で願ってると思うけど、みんなはどっちが見たいんかなっていう。これは分からんよ。とりあえずあの勝負はよく分からないですけど、ゲンマイクは足つきなしで、まあ登り切る、うん、目指しましょう。分かりました。それはもう本気でやってみよう一回、はい、では六甲山ヒルクライム参りたいと思います。よろしくお願いします。できます、お願いします。はい、ということでここからスタートします。あの、五つ辻っていうのは交差点なんやけど、
こっから大体10キロぐらい登るよね。距離がまあまああるんやけど、はい、まあまあそんな足つき2回あれば、ライフが2回あれば行けるだろうというような坂ですわ。はい。行きますか。行きますか。はい。なら、ワシロッティよろしく。いいっすよ。あ、ごめん、ゴリラよろしく。それはよ。もうゴリラやん、体型。いや、それはそうです。バリ体でかいやん、だって。藤本さん、チンパンジーです。おい、ふざけんなよ、マジでお前。お前、マジでお前。オープニングで言ってなかったんで、はい、説明させていただきたいんですけど、はい、なぜこういう企画をするかというとですね、はい、まあ、正直このウィースペースの SLC3、はい、結構話題になっておりまして、はいはい、まあ、いろんな人が解説出してるんですけど、うん、結構みんなね普通に走れる人が解説してんのよ。なるほどね、うん、でもさ、はい、やっぱ自転車乗ってる層ってさ、うん、貧脚の層も結構おると思うね。いやいやいや、みんなそっから始まんねん。そういう人たちに、まあ、参考になればなと思い作っております。はい、ちょっと玄米がさ、あ、玄米がさ、はい、面白いこと言っていい、はい、カーブナンバーってあるでしょ。カーブナンバーあるある。これ次18なんや。てっぺん、ゴール地点は105です。まあでも逆に言ったらそれが指数にできるんでいいんじゃないですか。もうさ、それさ、ゼフィルの時も言ったけどさ、 あれいらんよな。でもほら、テッペン早い、19、カーブナンバー19、テッペン早い。でもまだ余裕やね。せやね。元気ない？え？元気ない？元気ないよ。まだ余裕やろ？まだ余裕やけど。うん。ついとかいうのがあるって聞いたらな、いろいろ考えてもらう。でもさ、ほら、視聴者的にはさ、はあ、このままさ、シャドウが 3% なり 4% なりのがずっと続いてもさ、見るやめようかなってなるじゃないですか。わかるよ。だから後半見せ場ありますって言っといた方がさ。まあやるよ、ちゃんと。ちなみに今視聴者はどっちを思とんかな、これ結果。いや、つくやろと思ってるやろ。でも2回あんねんで、ライフが。マリオでも3回なかったっけ。それはそのシチュエーションによるやろ。あ、そうか。でも多分2回丸々残しとかな、ちょっときついと思うで。そのさっきのせめて牧場ぐらいまではライフ2を残しとかな。嘘や、ほんま。うん、わかった。みんな口が出てきた。え？みんな口が出てきた。トークなくなってきたから、俺の最近思ったこと言うたろか。あ、ぜひぜひ。これだけは視聴者に伝えたい。はい。あの、犬とか猫、はい、亀とか、はい、何でもいい、動物でさ、はい、生きた年、はい、を言うときに、人間で言うと何歳ですとかよう言うやん。はい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 。でさ、よく聞くっていうか、結構あるのが、人間で言うと120ですって言うやん。はいはい。いやいや、人間120もそんなに生きひんやん。人間で言えてないよ。確かに確かに。細かいことや。まるで人間が万年生きるみたいな扱いになりますからね。そう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 。っていう話と、あと切れ字の話あんねんけど、どっちがいい？あ、でもさ、なんやかんや言うたよりもカーブナンバー43やね。今どうなん、どれくらい傷先と100がもう無理ってなやとしたら。いや、回すは全然いけるよ。うん、何をいけんの？あとは心が切れないかも。いや、なんで足動いとんのに心折れんねん。いや、道と距離が分かんないっていうのはあるかもしれないですね。ただ、うん、私は背のバイクよりは遥かに無理やすい。あ、そりゃそうじゃないとな。あんたのと SLC3 やで。超軽量バイクって超軽量オールラウンダーやからな、これ。オールラウンダーって何？まだ待てへん。エアロもしっかりしてて、はい、まあ全部こなせる、さらにすごく軽量な自転車っていうことだよね。まあ、だからそれこそお前最初に言ってた、はい、あの SL8 タワーマックの意識してるよな。あ、いや、でもここまでいけとんのがまず何よりさ、うん、もう性能の証と思うんやけど、どうなんやろうな。どう思います？いや、俺はすげえと思うで。正直だって何もしてなかったの。言うて西といえど六甲山やからね。あ、せんどいよ。もう見えたって六甲山牧場。うん、先のオープニング撮ったとこよ。はいはいはい。これ登り切ったらね、このペースでちゃんと走れば6個は登れるっていう。それこそ6個初めての人とか、自転車初めての人とかでも、西はエコースやと思うで、うん、でもあれやね、足の回転がさ、うん、悪くないというか、いいよね。いいいい。なあ、なんか軽快に回っとよな。いや、さすが東レの T1100 やな。今結構プロチームを使ったらしいね。みたいですね。なんかスパークル置いた使ってんやろ。あ、そうですそうですそうです。のあと、あの女子チームやけど UCI、あ、そうですね、チームが使ってんのかな。結構使ってんねん。あれ、
かれこれ10分ぐらい喋ってるじゃん、あの人。いやでもね、自転車はちゃんとね、進んでるんでね。あ、進んでる。はい、それいいことですね。企画はそっちやからね、トークじゃないから。すいません、全然触れない。限界ですからね。結構来てるんや、いい感じやね。あ、いい勝負ちゃうじゃん。でもこれがね、ゲームマンさんのピナレルやったら足ついてるって思うとね。はい、あ、もう全然ついてる。でも確かにピナレルやったらどうやったんやろな。ね、え、これ取りに帰る？もうだいぶ上上がってますからね。はい、ゲンマイさん上見たらもう山ないんすよ。確かに。いや、ほんまに結構上やで、これ今も。だって今もう標高780やで。おバリ登ってる。高いとこまで来た。おお、すごい。だいぶ登ってましたね。だいぶ登ってきたで。やった。いや、もうない思ってたんや。上がってた。助かった。いやでもこれあれ足つかんな。いけるぞ。なんでやろな。いいぞ。一回はつくと思ってんけどな。え、そんなすごいのこの SLC3 って。いや、でも楽しみですね。なあ、楽しみやな、ちょっと。え、そんなすごいんか。いや、ほんま登れへん人なんやね。え、なんかめっちゃ登ってる。まっすぐでーす。あ、これや、これこれや。誰だ、登ってる。何や、ここで。ここですね。うん、ぎゅー登りよんね。しんどい。これが一番しんどいとこ、すげえ前さん。はい、こんにちは。じゃあ、やばい。さすがに一回は使っちゃうか。まあ一回ついてもな、はい、ライフは2位あるから、はい、ええんやけど、可能であれば完全勝利が見たいんじゃないですか、視聴者は。ですよね。ゆっくりでも一歩ずつ。はい、やばい、しんどい。え、きつい。あ、きついな、ここ。頑張れ。いやー、きつい。さすがに無理か、完全勝利。どうだ。いやでもすげえのがさ、はい、まあ、車来とうからさ、その方がええやけど、直頭にしっかり登れたのがさ、うん、なんか模範的なね、クライムですね。ちょっとぜいぜいは言ってるけど、踏み負けてないんですよね。おお、いや、ね、比較的回ってるで、このシャドウ 10% 超えのところでも。うん、いやでももうゲーム見えてきとるわ。あのつづら折れの上の方がもうあの見えとうとこやね、その、まあ、ちょっともう何言うとか分からんけど、俺も、うん、あそこ左曲がっちゃえばもう一番しんどいとこ終わり。でもいけるんじゃん、あとはウィニングラン。はい、これはちょっと見くびってた、玄米。いや、SLC よ。俺絶対ここ足つくと思っとって、マシロッティも思っとったやろ、ここ足つくって、うん、ここかなと思ってた。なまずここは一回つくだろうと、うん、で、多分どっか中盤でつくやろうと、うん、で、2回ちゃうかなと俺思ってたやな、うん、すごいわ、うん、いいよいいよ。はい、正直ここまで大健闘すると俺も思ってなかった、はい、もうほんま見えてきてるで、はい、完全勝利が、はい、負けたくない。でももう一軒ちゃいまで、もうこれ超えたらないです、はい、ないとか多少あるけど、もうそのなんか足つくような、うん、そんなはない。ここがほんま一番しんどい、はい、うん、意外な結果になって、やってみると分からんもんやな。いやほんまにですな。オッケー、いったいった、ウィングこれ以上高いとこはない、はい、いやー、行きましたね、はい、空が、ね、いい景色だ、ほんまに。もうあとちょっとですからね、はい、だって俺カーブナンバーこれ102やん。えっ、やった。最後105やから、これ103、はい、カーブナンバー104。そこ左抜けたら終わりです。あ、出た、これが105、はい、カーブナンバー105。はい、着いた。イエーイ。やったー、やったー。うーん。あー、やったー。来たぜー。一軒だよー。あー、終了。あー、終わったぜー。よいしょー、着いたー。いや、よう行ったな。いや、行けた行けた。なあ。無事、足つき出して、登頂成功。マシロッティの予想をもう完全に覆したから、マジで。結果
足つきなしということで、うん、このウィンスペースの、あの SLC3、うん、完全勝利となりました。こっちです、完全勝利は。どういう企画それ。いやもうよう分からへんわ、私よう頑張ったはずやのに。おう、いやこの性能が、うん、玄米から低たらくを上回ったということ。いやほんまにそうよ、うん、いや実さもう登ってる間必死すぎて何にもインプレできんかったけど、うん、多分練習戦でもこのバイクやったらみんな登れると思うよ。そういう使い方もありやねんな、このハイエンドバイクっていうのを。いや絶対そうやと思う、私も練習せんもん。基本やで、うん、基本やで、この自転車ってさ、うん、練習してる人用なのよ。あのレースとか出るようなのよ、これ。そういうこと、うん、ハイエンドのオールラウンド、超軽いっていう。ああ山も登れるし、そして平坦も速い。そう、何さしてもすごいよっていう感じなんで、うん、いやだから登られない人が買った方がいいよ、うん、いやだからそういう使い方ありなんや。いやでもなんか良かったよ。なんやったら値段も手ごろやから私欲しいぐらい。いやだから今回、うん、その元々ね、ミラレラ持ってるじゃないですか。うん、持ってます。あれで行って足ついたかどうかは正直わからん。わからんけど。いやいや、つくよ。つくかな。つくよ。絶対つくよ。あれ、お前これの効果？いや、これがほんまに良かったんよ。なぜなら、うん、ちょっとした上り、3% から 5% ぐらいやったら、うん、進んでくれるもん。ほんだら一漕ぎが楽って楽。なんか分からへんだよな、それ。まだ分かんないですね。じゃあ私一番手にしたいな。間違ってるやろ。だから今から僕らが、うん、あのもうちょっと下ってもう一回。ああなるほど。登ってきますんで。あ、分かりました。はい、で一回ずつそれやって、うんうん、でちょっと感想を皆さんにお伝えしたいなと思います。は、う、い、ん。じゃあ、俺らちょっとインプレしよう。うん、乗らせてもらおう、これを。はい、ということで、乗っております。SLC3。これね、むっちゃいいよ。いや、むっちゃいい。特にさっき。その自分がリドレー乗ってたから余計思う。こら登るわ、そら。こら足つきなしで行くわ。めちゃくちゃいいよ。あ、ただな、剛性感は高い。なるほど。やっぱりあの玄米さんは、玄米さんはなんかあの初心者の方とか、はい、あの普段練習してない方でもいいって言ってて、まあ、それももちろんいいと思うよ。けどやっぱこれは練習をしっかり毎回してる方、はい、しっかり脚力がある方が乗った方がいい。それがほんまにスペック生かす感じになる。なるほど。いやでも合成バリバリの自転車僕めっちゃ探してるんでありかもしれないですね。いやでもな、バリバリではない、ちゃんとしたハイエンドの硬さっていう感じかな。あ、コーナーもいいね。これこの世界すごいな、硬い。ええじゃん、ええじゃん。うん、いやもうしっかりハイエンドっていうイメージや。最初ちょっとね、漕ぎ出しとかはまろやかな部分もあんのかなと思ったけど、うん、あの快適さはそこまで降ってなさそう。ほんまに勝つための走る人用のみたいな感じがする、自転車っていう感じが。うんうんうん。いやーまあこれでも確かに上りとかスイスイ行くわ。それはいいな。そうで、上りとかでもスピードに乗り始めたらブンブン行くそう。藤本さん楽しすぎてアウター入ってるもんな。そう、アウターに入れとんねん。アウターでいいぐらいね。この 4-5% の上り下りとか、はいはい、繰り返すぐらいやったらアウターでいい。それぐらい軽い。上りでもスプリントいいよ。漕ぎ出しなんかもすごい軽さってのが出ていいし、ほんま、何でもこなせるって感じやな。ただ軽い、それ軽量のクライムバイクではない。なるほど。ロードレースとか全然いけると思うし、全体的にやっぱあのバランスが取れた自転車だと思います。まあでもどんな人に向いてるかっていうのは上級者向けかな。中級者から上級者、特にサイクリング仲間はより速く走りたいとか、ゴール前で競り勝ちたいとか、あとはもちろんヒルクライムレースもいいと思う。うんうん。値段ってとこを考慮したら、はい。すごいいいと思うよ。OK。じゃあちょっと変わろうか。いや、とりあえず今チラッて乗った結果、うん。めっちゃ進む。めっちゃ進むよな。一漕ぎで前に行く推進力やばいよな。いや、間違いない。うん。ファーストインプレッション超欲しい。特にほんで、マシロさんみたいにパワーあったら結構ええと思うけどな、はい、今がずっとリムなんでディスクの車両欲しいんですよ今正直、うん、でもやっぱ金額面の問題あるじゃないですか、うん、何乗ろうかなってずっと思ってたんで、うん、めっちゃいいなこれ。オールラウンド向けって聞いてたんで、うん、
なんか結構やっぱだ万人寄りというか誰にでも乗りやすい自転車なんかなと思ってたんですけど、うん、なんかそういうわけじゃなさそうですね。乗りって選ぶっちゃ選ぶかもな、うん、ロングライドとかそういうのではないと思うよ。確かに、レースっていう感じやから、あと振った感じも軽いからちょっと独特な感じは正直あんねん。あーなるほど。だからリズム感がいるというか、それが好きな人はすごいいいと思う。これは好みなんよ結局、いいとか悪いじゃなしに。確かに、いい意味で、うん、なんか思ってたのと違うみたいな。もっとな、ま、マイルドって言ったらいいんですか、うん、なんかエアロエアロしてないんでそんなガッチガチのバイクじゃないかなとか思ってたけど、うん、いや進むしめっちゃいい。持ってて楽しいっすね。これマジで値段の割にいいぞ。いや値段考えたら手出しやすいし、すごいええで。フレーム36万8000やろ。うん、大体他社の半額やん。いやそうそうそう。じゃあ性能が半分かってたら決してそういうことないから。いやマジでやばい、いいな、あの一言についてくるなこれこれならだいぶ戦えるぞ。うわ1ヶ月2ヶ月ぐらい乗り込みたい。割といろんなやつ、うん、試乗してきたんですけど、うん、ここまでそのピンとくるっていうか、うん、これ欲しいぞっていうあんまなかったんですよ。え、そんな今めっちゃ欲しいってなっとんやん。結構欲しい。あ、すげえな。下りも全然なんか安心できますよこれ。下ってて全然怖くないっすね。あ、ちぎられる。やばい。いや、踏んだら踏んだ分だけ進む。振動って言いながら、ゼーゼー言いながら登ってましたけど、うん、10% のとこ登ってたんやと思って、あパッて見たら 10% で、うん、普段じゃそんな口数もっと、もう無言やでと思うよ。お葬式っすよ。はい、ということで、はい、インプレしてまいりました。ザ・ハイエンドというか、しっかりとしたハイエンドでしたね。ほんま気に入ってたの？え、めっちゃ気に入ってますよ。あの、とりあえず真っ黒でも何色でも毎日写真撮りたいですね。なるほど。興奮してもていいわ。興奮。いやもう自転車がかっこいいんでね、写真撮りたいなと思いました。ああなるほどね。いやでそのマクロっていう話があったんやけど、新色がねこの動画の公開した日に発表されてるみたいで、俺チラッと見させてもらったけど、まあ派手だから。あ、そうなんや。俺はそういうの書いて、あのマクロより。ああ派手な方をね。まあ皆さんもねカラーはね、なんかのもし買うってなったら、うん、ご自身の好みに合わせていただけたらと思います。でもしね商品気になるって方は概要欄の方に、ホームページに載せておきますんで、またよかったら、そこから見ていただいてもいいし、ウィンスペースで調べたらすぐ出てくるので、ぜひご覧ください。はい、マシュさん、ちょっと最後今日一日手伝ってくれたから最後何かあれば、はい、あ、でもちょっとね前の動画で言ってくれたおかげで登録者がなんか十数人は登録してくれたよちょっと嬉しいです、ありがとうございますあ、でもほんまに最近のレースでまだ上げてないんだったら、その草津とかであったやつとかもおいおい上げてってるんで、この動画が公開されてる頃には上がってるはずなんで、ちょっと頑張ったんで見てもらえたら嬉しいなと思います。喜びゴリラ、喜びゴリラいやでもほんまめちゃくちゃ良かったですお前めっちゃ気に入ってるやんお前いやもう自分の自転車がね古すぎるんすよ。買いますか。新しい自転車ってやっぱええわってなりましたね。じゃあもう次回、はい、むしろ自転車を買うという回ですので、ぜひチャンネル登録高評価していただいて、その回も見ていただけたらと思います、はい、楽しみ。はい、では本日は六甲山頂上付近からお送りしました。ありがとうございました。